最初はちょっとバレないようにポーカーフェイスしてたけど、めちゃめちゃ緊張しててでもやっぱそこは4年間そういろんな先輩を見てきてっていうのと、あといろんな演出家の先生たちからいただいたものとか学んだこととかのもう集合でしかないというか、新しいことももちろんあったけど、今まで自分がやってきたことをどれだけ活かせるかみたいな作業だったし、今回フィジカルシアターっていって、こう体とセリフといろんなものを使ってやれる舞台だったから、型にはまらず本当に好きにというか、ある意味こうちょっと演出家の先生と演出部分も相談するというか、私はこういう風にこの役を見てるからこういう場面にしたいとかっていうの、今までで一番自由に創作したなっていう印象は。自分の知らない自分に出会えるっていうのが私にとっての舞台創造です。